はい、どうも、こんにちは。裏切りマンキーコングです。はい、というわけで本日もスプラトゥーン2の動画を撮っていきたいと思います。アップデートを聞きつけて、スプラトゥーンに戻ってきちゃうやつ。おかえり。優しい。入ってたかな、今。まあ、マイク。あれ。おかえり。もう抱きしめる準備もできて。いや、まあ確かにね。アップデートが入って、自分の好きな武器が強化したりとかで戻ってくるよくありますけども、今回は、ジェットスイーパーを使ってますけども。やっちゃおうかなと。あれ、もしかしてこの武器がめちゃくちゃ強かったということ、これがもう強くなってるみたいですよ。わかんないですけどね、使ってないんで。噂なの全然。噂。まあでもいっぱいなんかその武器の変更があったわけじゃん。あった。まあその中で一番目を引くというか。そうだね、速度が 40% アップとか、なんかそんなんだったかな、弾速。40% アップってだって 1.4 倍でしょ。うん、でもさ、40% アップしましたって言われてもさ、想像しにくいじゃん。まあ確かに。だからちょっと使ってみなきゃわかんないっていうのはあるとは思うんだけども。ああ、なるほどね。うん。まあでも明らかな強さですよね、その速いってのは。そうだね。その弾が当たるのが速いは絶対強さに、もう、直結するから。なるほどね。まあじゃあその強さがね、試合で見れるのかということで。そうだね。行きましょうか。はい。さあ、ビーバスパック。はい。ですね。じゃあ。ここはあんま強くなさそうだけど。ジェットスイーパーはちょっとやりづらいかもしれないけども、まあ弾速がね、速くなったということで。そうなんだ。弾速、あ、今、いたな。かわいい髪型。髪型変えたね。髪型変えよう。うん、そう、せっかくなのね。せっかくならそれ見たいね。さあ、ということで、状況を見て、ナイスですよ。うおー、なんかその、一発二発が早い。ウンジーゴングいる。ね、ウンジーゴムのが今ネットではね人気ですから。さあ飛んでって乗ってくれてますね。まあジェットスイーパーはかなり乗れる武器、やっぱ飛んでくのが速くなったか。さあ前にですね、あのプライン、あ、強え、待って、あれ、こりゃ強えぞ。気づいた。うん、これ強いわ。絶対強い、間違いなく強い。プライムシューターの時もさ、速くなって「あっ強え!」とか言ってたじゃん、うん、それみたいな感じで。これいや、強いで、後ろにいるんだよ。はいこれはやばいぞ。俺のこのエイム力とかでこれは強い。なるほどね。そんなにその神エイムしなくてもガンガン敵を刺せるってのはでかいね。この遠くから、さあ後ろから来てなければもう安全地帯。さあこれは、ああいいっす、いいよ、打ち勝って。待て、装着してくれて。さあ回復も早いですよ。いいよお前ら、回復も早くなっている。そしてこのジェットスイーパーの距離、ついになんとジェットスイーパーが、攻めていきますね。ジェットスイーパーが強い時代、強い時代来た。あれ食い棒だと思ってたこれ。なるほどね。さあ味方が一人落ちて、いいじゃないの、あれ。ね、せっかく元気だったので申し訳ないんですけども、はい、それなんと落ちて、ここで守るしかないですね。もうあと3分、無理でしょ。Bバスで守るわ3人。さあジェットスイーパーが、あ、どうぞ、強化されて、ジェットパックもね一応少しだけ入ってきてんな、弾が当たりづらくなったんですが、まああんまり関係ないでしょう。いいよ、いい背面取り。ああ惜しい、あでも倒せる、いいですね。この距離なら関係ないもんね。さあ逃げているぞあそこに、3人か、あ抜いておいて、いいよ、いいよ、さあ下がって、ここでマルチっとく。左から1人入ってるか。さあここで見た、来ましたね。ローラン、これはきついか。さあ味方が、いやローラーが頑張ってくれりゃいけんだよねこれ、止めれんだよね。うん、確かにな。でも下がらされている、下がらされているぞこれは。さあここで、うーわ入ってくるね。いやこれね、これは君ね、これめっちゃダメだよ。ああ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 、卑怯卑怯っていうか、これはね卑怯、卑怯っていうか、まあいや、それしょうがない、システムが。いや、それ3人減った。アップデート入ったんじゃねえのかよ。そこに関しては何にも言及しないから。公式は。ネットに関しては何にも言及しないから。それは言いっこなしよ。いやー、これはまあしょうがない。え、でも強さは見えた。あ、ほんとに。いや、でもね、確かに明らかなのは見えたね。明らかな動き。これはね、強いっすよ。あれ、今の負けたことになるのかよ。負けた。ちょっとね、微妙な時間だったから。さあ、気を取り直して。はい。こちらのビーバスパークですね。オッケー、このちょっと強さ、ちょっとね、押し付ける動き見たいっすね。いや見えたでしょさっき。いやだからあんだけさ、全く使ったことないんだよこの武器。あれですよ、あれでしょ、確かにね。あああ、新しい曲、ああいいな、俺いつも弾けねえからな。
曲は来て、あの PV の曲、あのジュク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 、うるせえなマジでお前。なんで俺が興味持つと好き話すんだよ。興味持つようなこと言うんだじゃん。さあ戻ってきて、そこにいるんだよ。いりますね、いりますね。ビチャビチャしてますね。ああおおほほ、無理よ、ね、それは無理よ。この距離だとね、あれは下がるしかないよね。もうこんなジェットスイーパーだと。さあ塗ってって、うん、マルチが溜まって、いいよ、3人捉えて、さあ、さあ撃たれちまって。ちなみにマルチミサイルも、そうマルチミサイルもね、手術入ってる、うん、撃った後の動きが速くなってるのかな、てか多分多く、いっぱいロックもしても早く打ち終わるみたいな。いいよね、それはいいですね。今までね、多く入れないと弱いのに多く入れると遅いっていう、なんかすごいジレンマがあったけども、今回はとりあえず多く入れると。あー楽しんで楽しんで、今こんな感じよ、曲を楽しんでる。全然知らない、全然知らない曲で、全然知らない曲で盛り上がられてる。どうしようそれ、何にも反応できない。でも5曲入ったんだもんね、確か。そうすごいよね、5曲って急に。2、3曲ですとかじゃなくて、そうバレてたのかな。いや、バレてないと思う。俺のインクがあったから多分そこ取れてたと思う。ぬるぬるって言ったら、バコーンって、クシャーの相手。さあとりあえずは状況は、まあ、あ、なんかほぼほぼ、いや、相手の方が有利ですね。とりあえず一旦上に上がられての、さあ、ポイズンを入れといて、戦いづらい中でちょっとちょっかい出して帰る。さあここら辺の陣取りはそんな外したくないが、オリキャン、ああいいですね、当たる、それいいですよ。さあ自分の出てきて、あ、目の前いて、数着、さあ逃げて、逃げられる、さあただ逃げれる、いいね。さあすぐ逃げて、無理これは無理。あー、それやれるか、やれないか。ジェットパックのね、当たり判定がどんぐらい変わってるのかがね、うん、若干なんか小さくなったみたいなね、うん、ことは書いてあったけども、さあどうなんでしょうか。球が遅くなったって書いてあるから、その代わりそれがすごく微妙な部分ですよね。上上がってはないの。さあここにいて、プレッサーが見えているが、後ろ、後ろか。さあ見ているか、いいね、いい周り、あー、くるくるしてるね、あれ、あれ、ちょっと厳しいかな。マニューに全員やられてるんで、マニューに、ああ、いや、今のやれないの、これは負けだ、だいや、流れ悪いよこれ。え、俺のせい一つもないぞ。うちのせいでだいぶ流れ悪い。いや、もう強いて言うならアプデのせいだからね、これもう。強いて言うなら誰のせいかってなった時に、いや強いんだけどな、うん、ジェットスイーパーはいい感じなんですけどね。そんな顔してないな、あれ。なるほど。さあ、はい、ビバス、いやローラー使いたい。まあまあここはね、やっぱり、ローラーが簡単なんだもん、ローラーあるけども、まあローラーも、でも、お、ノバいるから大事でしょ。ああ、いいですね、ノバもカーボンもいるので、カーボンいらないな、あ、カーボンいらないんかい、カーボンいらないな。さあねえ、まあいいや、ちょっと後で話す。ああ、オッケーオッケー、落ちた時にね、うん、お願いしますけども、ちなみにでもローラーは特に何か調整は入ってないので、今まで通り使えるって感じですね。おお、いっちゃっていいっすよ、俺のことで。さあこれでいいですね、まあ、俺が逃がすと思ってんのか。さあこれはやっぱり喧嘩売られたからに、お、今もできなかった。まあまあ一応ね、一応足元塗ったことによって、さあ2人捉えて、ここにねマルチが落ちてくるのすごく嫌ですよ、この狭い中に。さあそして入りたいところにポイズンを置いておく。さあいいですよ、グッと入ってって戻って投げる、危ない。さあ気をつけて、これはうーぐるぐる回っていいですよ、邪魔消している、こっち見てくれ。だけどガー飛んでるけども、ベッテンと、はい、13、13か、まあまあまあ、とりあえずとりあえず、まあね、とりあえずいい進めだって持ってますよってね、13って数字持ってますよ感を出しといて、あー、バブルランチャー。さあバブランはやはりシューターの大敵、うん、敵ですけども、ここ濡れてないのやべ、負ける、死ぬ。さあ逃げれず、ちょっと相手が攻め攻めになってきましたね。これで攻められて負けちゃうと厳しいよ、これは。ああ、やばいね。これはやばいぞ。これすごいやばいぞ。これすごいやばい。ああ、いいですね。打ち落としている。さあ、塗りましょう。いいですね。その縦の塗りは早い。高い。
うん、そこの間をね、封鎖するのは。あと後ろもちゃんと見てあげたい。後ろは大丈夫そうだった。うん。なそうですね。いや、なんか嫌なところだった。さあ、でも、ここに置いといて。いいですね。ポイズンまみれ。これ戦いづらいよ。いたね、敵。ああ、そこに。そうか、ポイズン入った音が、二人目以降も聞こえるなとか。おお。逃げる。逃げるになった。ポイズンで逃げる。逃げる扱いですね。さあ。アシストは、簡単にいけないかなって思うんだよな。いやー。言うよ。さあ、3人捉えて、右側にいる。さあ、これもね、マルチ目線のいいところ。どこに何がいるかもね、分かりやすい。後ろさあ、回復ができるか。消さって、いいよ。さあ、そこにいる分には困りません。なんなら。櫓には全く関与できない。この場面。さあ、どうして3落ち？バブルランチャーしている。オールして、必戦のみ。さあ、必戦どっから入ってくるのか、いますね、あそこに。さあ、必戦に対してポイズン投げて入れないようにしてからガンガン溜めていく。さあ、マルチミサイル、このまとめたところに4人行きました。全員分のマルチ打ったから、これでどんどん、わあすごい、わあわあすごい、わあわあすごいけど乗ってる人がいないから、乗り手がいない。あー、乗ってる、いいよ、こい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 、倒しに行く。さあ、でも乗ってくれてるぞ。これ行ったんじゃないか。そうなの。6、あーし、飛んでれば行ってた多分。そうだね、一斉に飛んじゃ、いや、やっぱやられると思ってね、一斉じゃねえ、乗ってる人に。素晴らしいね、でもいいノリですよ。さあ、一旦戻っているが、さあ、2落ち ?4 はね、なかなか強いんで、これはもう。伸ばか上。いいえ、さすがに勝てんか、さすがに勝てねえな。そうだね。下からでも撃てるような、撃てる距離ですからね、ジェットスイーパーは。それが速いっていうのはかなり良くなってるはず。さあ、でも、相手2人、スペシャル溜まってます。これは怖いよ。さあ、味方でも強いですね、味方も。しっかり止めてくれている。だー、これスピア。来るんですよね、この思い切りの良さは。スピアの準備丸見え。さあ、だけど、うー、危ねえ。さあ、ボムブースト。これね、これちょっとやばそう。やばい。さあ、一旦、どこだ？起きた？手前。さあ、倒して、そいつも頼むぞ。頼んでる。プライム、オッケー。オッケー。危なかった。ナイスプレー。さあ、いつ割れんじゃんってなるな、やっぱ。バブルは。あ、いるね、まだ。そこは助けてあげましょう。あ、逃げるしかない。絶対逃げる。逃げない。嘘。逃げないんです。あそこで根性座ってんね。さあ、これでこれミサイル持ってこない。で、なるほど。これ負けたくない。もう残り10秒。2連敗してるから。そうだね。アップデートの。動画初ですね。僕らのスプラトゥーン2動画初。さあ、これでとりあえずマルチ打って絶対乗れない状態にして。いや。あいつら超えたぞ、マルチを。ああ、ナイスだけど、ナイスだけど、いけないか。2人だぞ。だったか。あ、やばい。あー、ナイスー。よかった。オッケー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 。いや、いいですね。いい仕事した。カーボンが、カーボンは必要だった。いや、俺言ってたじゃん。だからカーボンいるねっつって。いや、素晴らしかったね。ちゃんと止める人たちが止めてくれた。いや、これいいな。これちょっと使えばいけるんじゃないかな。ジェットスイーパーね、いい感じに運用してますね、これは。いや、でも全然だな。うんだね。いや、まあ切るべきだからね。はいはいはい、あの人たち。そうだね。さあ、ビーバスパークにて今日の試合、はい、行きましょうか。はい。さあ、今日の集大成を集中して見せる試合、それは今日の試合。はい。今回はこのジェットスイーパービーバスアップデー編ですね。はい、行きましょうか。さあ、アップデーが入ったね、ジェットスイーパー。かなり強さをね、実感しましたけども、それがどんな風に変わっていくのか。そして、このたった4試合、この4試合でどれぐらいのね、集大成が見せられるのか。さあ、行きましょうか。いいですね。ルーオーブデー。さあ、やっぱりローラーはあの距離全然近く見えるよね、ブラスト取れますけども。さあ、素晴らしいですよ。一緒に倒して、さあ、これね、これポイズンでね、一旦足止めするとすごくいいね。ああ、いいよ、ナイス。あれ、ラピそこいなかった。やられているね、ラピエリが。一旦か。さあ、やられてまして、これはもうどうしようもない、どうしようもないが、逆に言えばこっちに一人で一人抑えてる。あ、
さあ、西沢のためのプレッシャーいただいたが、逆に言うと今のでバレルの一連の動きは無駄と化したと言っても過言ではない。さあ、これでこっちは進めちゃえばいいですね。さあ、マルチ打っといて、いいですよ。マルチミサイルはね、速くなったっていうのはやっぱり3人4人捉えた時のことだと思うんで、さあ、ここはキューバー当たらないようにして、いいですよ。もうすわ、急なんかもうガス悪くないですよ、これモヤモヤのせいでモヤモヤでエンコードがちょっとね遅れそうですけども、さあ登ってって、あーなんか助けた。さあ来てもらって、ここで見えてる敵よ、見えてる敵なんなら全員射程内かもしれん。あ、長い長いね。うわ、さすがにいい打ち方しますね相手。さあでもそれを味方が見てくれているはず。そうということで、さっき話してた話で、はいはいはい、何ですか。その、まあ、甲子園行ってきたんですよ。あ、お疲れ様です。はいはい、はいはい、で、まあ、それ後で多分動画にするかもしれないですけど、はいはい、なんか喋るような、うんうんうん、まあ、それをまあ置いておいて、うん、その西田さん動画見てますっていう方結構声かけてもらって、あ、ありがたいですね、嬉しかったんですけど、はい、カーボンやっぱ使ってる方が多いみたいで。あー、なるほどね。そうそうそう、でやっぱカーボン使ってほしいですっていう。まあまあワンでね、あんだけカーボンカーボンってやってましたからね。はいはいはい、だからそれをねちょっと聞いてね、うん、やろうと、あれカーボン使おうかなって。ああ、なるほど。まあ大会もね一段落して、そう、まあ、新しい武器をやるタイミングにもなりましたからね。矢先のカーボンの修正なしですよ。なんなら雨降らちょっと弱くなるからね。そうそうそうどうしようかなーってそうなんだよな、サーモンのね、せめて縦振り横振りなんかしらね入ってくれたらまたちょっと熱かったんだけども、入っていい性能なんだけどな。うん、まあロボム雨降らしっていう組み合わせはすごく良くて、そうそうそう、で必戦のダメ62にするなら、うん、カーボンの横振り110にしてくれよせめてね100ピッターはやめてくれと。そう、100ピッターね、やっぱ無理うんどうやっても、ね、逆になんかね、その疑似二角だもん、一角なはずなのになんかちょっとずれてて、うわー、さあ相手がダメなんて詰めてくるんですけども、そうですね、そのカーボンの動きもねもちろん見たいのもありますし、あー、なんかこれスペゾー積んでも良さそうだな、ちょっと、あー、ガンガンマルチ打ってくる、うん、確かに安全な場所からねガンガン打ってるっていうイメージが強いので、そしたらその場でねすぐマルチが打てる状況でもあるということで、したら欲しいですね。全然たまんねえもん。確かにやっぱり塗り自体は相変わらずそこまで距離はあるんだけど、やっぱ弾が小さいのがでかいのかな。なるほどね。まあ、縦の塗りはいいですけども、ちょっとこれ無理しない、ここ、はい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 、待ちましょう。相手が突っ込んできたところを刺していくっていう感じで、うん、全然無理しなくて、まあ、かなり対応溜めてるつもりなんだけど、これ全然たまんなくない、マジで。さすがやっとやっとこさ、やっとでしょ、うん、ミサイル結構てかかなり強くなってると思うんだよね俺。そのスピードね、うん、すぐ打って、だからできればミサイル回していきたいんだけど、はいはいはい、回しやすい武器がスペシャルだもんね確か。そうそうそう、まあ武器ごとだけど、あの溜まりやすさは、さあスレッドスイーパーはかなり溜まりやすい部類かと思いきや、武器自体がね溜めづらい可能性が大です。ギュッ、よいしょ。さあ勝っちゃおうかな。でこれはあと35秒回ったところでマルチミサイルを取っておく。これはもう最後のね、このまとまったところで。あれ？やだ。大丈夫大丈夫大丈夫。まだ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 。左にいるね、左にいるね。うい。そんな声出す？慣れてない声出すじゃん。ああいいですね。さあマルチミサイルで脅かされて、これは乗れないでしょう。コインでも投げてあるし。いるし、あー、わかんないんだよねこれね。まあ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 難しいんだよ、球が小さくて遠いからね。そう、うん、めっちゃむずいの。まあでもこういう風に邪魔ができると、あーこれは強い、これ強い、今のできるだけでちょっと強いもんね。はい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 、壁をね登れなくしちゃうっていう風に、うん、あ、これはいいですね。そう思った時すぐに球が届くからね、うん、速くなったことによって、あら増えるんじゃないかなこの武器は。ジェットスイーパーね、うん、見ると思うよ、いろいろ、うんうん、いろんなところでプライムコラボはめっちゃ見るもんね。うんうんうん、そんな感じで増える武器のように見えますね。はい、というわけで、はい、ジェットスイーパー、うん、ね、アップデートで強くなったの使ってみましたけども、はい、まあどうですか今。熱い武器だね今熱い武器、うん、かなりね、そのやっぱ見ててトントンが早い、うん、うん、すごい先の方でね当たってるのが早いのが見えるので、前がよっぽど遅かったんだろうね。
ってことは、だからだったのかもね。そのやっぱさ、長いってさ、強いじゃん、武器で。うん、絶対リーチが長いって、うん。で、別にそんなに連射力もそこまで遅いわけじゃない。のにきついみたいなのは、うん、それだったんだろうね。偏差打ちが無理みたいな。まあそうだね。やっぱ、うん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 、当たらねえんだよ、だから要は。全然当てらんねえってなったところを、うん、結構素直に。こう狙ったところにもすぐ弾が飛んでって、そうだね、当てられるっていうのはかなりでかいですね、これは。うん、もしかしたらそのプライムみたいに、さっき言ったみたいに、プライムみたいに増える武器かもしれないと。俺はもう増えると思ってるよ。俺は絶対増える。絶対増える。まあ、多少、こうなっていくかもしれないけど。ああ、うわ、強い。まあでもいいわ。みたいになっていくかもしれないけど、当分、まあいると思うよ。ああ、そうだね。うん、見ると思う。流行りの武器になるかもしれない。ぜひとも皆さんもね、うん、まあ触ったことない方もね、ぜひとも触ってみてください。はい、というわけでここまで見ていただいてありがとうございました。コメントや評価ボタンのクリックもお待ちしてますので、ぜひともお願いします。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。